PX 戦闘中にパイロットの脳波を解析し、極限の集中状態に至った際の反応速度に合わせて機体出力を制御する操縦支援システム。戦闘の要で発動すれば旗色を翻す可能性を持つ一方、その運用にはパイロットごとの調整が必要となり、またシステムとの適性も求められる。未だ試作段階の代物だった。そのためアフターコロニー195年において PX システムの完全発動が可能な人物は G ユニットのテストパイロット2名しか存在していない。その事実が暗黙のうちに語る一つの答え。アディ、LO ブースターユニットが完成したの。今システムチェンジを行ってるわ。次の戦闘には使えるはずよ。ルシエ、どうしたのよアディ、体は大丈夫なの？ああルシエ、俺やっぱやられちまうかも。また弱気になったの？だってさ、あの敵は、敵のパイロットは兄さんかもしれ。嘘。兄オデル・バーネット、そしてシルバ・クラウン、彼の真意を図る余裕も与えられず、 G ユニットをめぐる戦いは次のステージへ移ろうとしていた。
ルダー様にとって。お前こそ邪魔をするな。逃がすかよ。 G ユニットの火力甘く見るなよ。ファイヤー。何、読まれていた。ワルダー様にと。お前、奴の。
こは耐えて。部活に近づくなよ。なんてったってこいつは新型ガンダム、ガンダムグリープだ。俺が決めるぜ。
自身も仲間たちのもとへ帰還。
MO5 のモビルスーツデッキには3機のガンダムが並び立つこととなった。お前たちにもいろいろ迷惑をかけたな。そんな、オデルさんが無事に戻ってくればそれだけで。そうだぜ兄さん。それにアスクレプオスの修理が終わればこっちのガンダムは3機になるんだ。これでオズプライズにも負けはしないぜ。ああ、MO5 にとってかなりの戦力になるだろう。新たな余興を催すべく行動を再開。さらなる新型機の開発に加え、月から来訪せし使者によりバルダーの手駒はさらに拡充していく。時にアフターコロニー195年12月、 MO5 を舞台に繰り広げられてきた攻防はついに最終局面へ差し掛かろうとしていた。
手がガンダムだろう。ルーナの姉さんか。遅くな。
ライズの騎士たちよ、私はペルゲ上級美術特差じゃ。
諸君、ただいまよりこのグランシャリを邪魔する者は誰であろうと、もう誰にも止められはしない。
これで決める。絶対に止めてみせる。これぞ騎士の務め。宇宙を揺るがせた大戦の終結と同じ頃、その片隅で大戦後、地球とコロニー双方が歩み寄り、その動きに故コロニー内の兵器生産工場は全て、そして今 MO5 でこちらを出る気。こちらアディン、 GDO01。 その2機はMO5 で最後に残ったリオーよ。ペイント弾10発勝負。こっちああ、これはみんなを、そして俺は兄さんを。そうだ、行くぜ兄さん、俺が決めるぜ。かつてこの中域にガンダムと呼ばれた兵器、自由に平和に向けて歩み出した人類に、時に
もう一つのガンダムは歴史の表舞台から姿を消し